はい、皆さんこんにちは。むすぼれのれんです。今日はのぼさんのパーソナルスタジオの方にお邪魔させていただいております。のぼさんの次の主催イベント、でんぐるについてのインタビューをちょっとさせていただきたいと思います。お時間いただければ。じゃあのぼさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですけども、のぼさん、でんぐるは次何回目になりますか？次は第4回目ですね。はい、第4回目ですね。はい、場所等の日程はもうお決まりなんですか？はい、新宿のライブフリークという場所で、はい、11月の29日に開催します。はい、はい、ありがとうございます。前回私が出演させていただいたときに、ちょっとコンセプトを練り直してみたいっていうふうなことを言われてたとかと思うんですけれども、はい、それについては今回はどういうふうな形でやられてますか？そうですね。でんぐるのコンセプトとしては、ライブハウスのエレクトロを盛り上げるシーンを作るっていうコンセプトは一貫してるんですけど、はい、どちらかというとその内容ペースですね。はい、今まで隔月っていうペースで頻繁にやろうとしてたんですけど、やっぱりそうすると開催に追われて精度が下がっていく。結局シーンを作る、盛り上げる、知らない人にどれだけ伝えるかっていうのを考えた時に、薄いものをいっぱいやることに正解だと思わなくて、なるほど、より深めていくっていうこと。一つ一つの進路を深めて、よりディープなイベントを作りたいっていうふうなコンセプトと理解してよろしいですか？そうですね。はい、ありがとうございます。